昨シーズンまで先発投手としてローテーションの一角を担ってきた松本投手。今季も先発としてシーズンをスタートさせるも、5月11日の楽天戦以降はチーム状況から中継ぎに転向。8月23日からは先発投手に復帰するも、2 0 2敗となっていました。1日に登録抹消された松本投手。ファームでの調整について聞かれると、 フォームで修正したい部分があり、特に腕の振りを意識して調整してきた、と語りました。ここまで32試合に登板し、うち26試合でリリーフ登板。中継ぎでの登板が相次いだ中、改めて先発で投げる思いについて聞かれた松本投手は、先発でずっとやってきたので、先発で投げていきたい。チームに貢献していきたい気持ちが強い、とコメントしました。 チームに勝利を引き寄せる高騰を見せ、4月7日以来となる勝ち星を手にできるか注目です。対するロッテの先発は、ここまで今季20試合に登板し4勝8敗のメルセデス投手です。